マルタ、マルタ、ごめんよ。パパ、パパ、マルタのお父さんがいたの？こんなところに？マルタ、おいで。お前に謝りたいんだ。パパ、本当？私の話聞いてくれるのね？マルタ、待って、おかしいよ。マルタ、マルタ、大丈夫？クソ、壁を壊すか。お待ちください、後ろに敵が。バンガード、狙いはマルタのラタトスクコアか。お前たちに用はない、死ね。だが断りたい。死にたくはないね。4体か。いや、行きます。ストレッ、あそこの。ストレッ、よいしょ、やらさせた。やらさ、あ、うん、意外と弱いぞ、こいつら。こいつら炎症ばっかするぞ。よいしょ。こいつら炎症しかしないので気のせい。なんか、最初弓矢放ってきたから、あ、強いなってか、一瞬思っちゃったんだけど、そうでもなかった。よし、あと1体。あいつ、え、こいつ棒なしからしかない。うん、まだ。よいしょ。終わりだ。てか、男の人とか連れてこないと少なくとも勝てないと思うんだけど、これ。俺に逆らうからだ。かなりこれ、あれかな、俺ら低く見られてるかな。あれ、てか今のメンツにいなかったぞ、リーガル。どうしよう、マルタが。ラタトスクコアを奪われればマルタ様も死んでしまいます。二人とも少し離れてくれ。はい。すごい。なんという破壊力。なぜその力を戦いに生かさないのですか。私はもう二度とこの手で人を殺めないと誓ったのだ。もう二度とってことは。私はかつて愛した女性を自らの手で殺めてしまった、軽蔑してくれて構わぬ。だが今はマルタを救わなければ。僕、リーガルさんがそんな人だとは思えません。何か事情があったんですよね。それに人を殺したって言うなら、僕だって身を守るためにって言い訳してたくさんの人を手にかけてきました。ありがとう、エミル。そんな過去はあったのか。緊張と混乱。リーガルさんは大切な恋人を自らの手で。何があったんだろう。もしリヒターさんと戦うことになったら、僕はできるかな。あ、リヒターさんは恋人じゃないけど、っていうかむしろやだよあんなの。あ、その嫌いってことじゃなくて、むしろ好きは好きなんだけど。あ、もう何考えてたんだか分かんなくなっちゃったよ。エミル、どうした。あ、いい、なんでもないです。で、結局リーガルがなんで殺めたのかっていう理由はここでは聞かされないのか。よいしょ。あ、回復するの忘れたな。じゃあもう一丁。よいしょ。回復。このメンツはやばいので、ちょっと、フォルネウスをリーガルと変更でいいかな。はい、横通りますよ。あ、やっぱ来た。で、さっきの壁があるけど開いてんのかな、もしかして。
ーさん、やめてください。エミル、来てしまった。お前には見られたくなかった。仕方ない。生きてる様の邪魔はさせないんだから。ですよね。まあ減るのがリヒターだっていうのは驚いたけど、どうすっかな。取りましょう。どうすか。よいしょ。この取り巻きをどうにかしないと。うわ、全然消えないね、これ。いたたたたたたいたたたた。危ない危ない。で、回復するやつもいないから、ちょっと危ないね。まず、こっちに。俺は大丈夫。あいた、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。めっちゃ勝った、めっちゃ勝った。ここはもう、あれだ。そうだな、ミックスゼリーを使わずに、普通に、アップルか。あれ？そっちじゃない。あ、こっちか。やべ、回復される、回復される。よいしょ。ちょっと、ゴールドの報酬とか下がっちゃうよ。ここはアイテムをガンガン使ってけないとやばいな。回復できない。ストーリーは倒した。よいしょ。こいつ、風邪ひかないな。防御戦が効かないで、こいつ。防御線が6しか来ないんだよ、こいつ。どういうこと。防御線多分横に登録してるから上か下か。よいしょ。あれ、防御線、こいつ来る。よいしょ。あ、防御線来る。なんだなんだなんだ。よいしょ。よいしょ。こいつが多分ちょっと強いんだよ。あ、やって。やばい、あいつがやばい。ソニーじゃ持たないけど使わせない。やらせるかよ。よいしょ。あれ？あ、ラトゾンココアの人って言うだけで、ラトゾンスクールになって。え？コアの人？あれ、ラトゾンスクールって。違う、なんだっけ、水のコアの人か。あの人いつの間にか消えてたの。なんだよ、取り巻き殺してからあいつを倒そうと思ったのに。なんで死んじゃうんだよ。てか、ゴールドめっちゃもらえてんだけど。え、なにこれ。2万もらってるよ。すごいね。結構もらったね。はい、じゃあ、行きましょう。ちょっと話の続きは個人的にも気になるので、早く行きましょう。
ガグリ流忍術ってやつさ。まだおじいちゃんほどうまくはないけどね。シーナ、助かった。ありがとう。しかしなぜここに？拉致されたフラノールの住民を助けに来た。そのついでさ。拉致された？それは一体。フラノールが襲撃されたのは知ってるかい？はい。その時アクセサリー屋の一家がヴァンガードにさらわれたのを見かけてここまで来たのさ。やっぱりあの人たちは偽物だったんだ。どういうことだ？その拉致事件は我らをここにおびき出すために行われたらしいのだ。お話の続きは別の場所で。このままここに留まるのは危険だと思います。なんだいこいつは。テネブラエです。お見知りおきよ。なんだかわかんないけど、あんたの言う通りだ。とりあえずここを離れよう。グズグズしてるとさっきの男にラタトスクコアとやらが偽物だって気づかれちまうからね。